マジきついと思うので、工学武器改革か応用科学科で迷ってるんですが、今後の需要などを考えると機械化か応用科学かどちらにした方がいいと思いますか。まあ今後の需要っていう観点で言うと、どっちもね、超需要はありますよね。機械化、まあ情報とは違うのか、まあでも、IT が進んでいく中で機械化っていうところはまあ当然ね必要になってきますし、応用科学、まあ応用科学もたくさんね新しいものが開発されているので、しかもまあ生活のね、あり方っていうのも変わっていってるじゃないですか。そういう中でどっちも超需要あるので、これはもう需要で選ばない方がいいんじゃないですか。需要で選ばずにやってて楽しい勉強をした方がいいと思います。絶対そうですよ。勉強したくもない勉強をたくさんするのって超苦痛ですし、結果としていい科学者になれないんですよ。面白くねえなって思って勉強してても大して身にならなくて、結果として今後の需要に向けてやってるから、今後の需要のために勉強するっていうのはどういうことかというと、使えるレベルにまで勉強するってことじゃないですか。でも使えるレベルにまで勉強するのって結構大変ですよ。それこそ実学的な工学部機械化を実際使うってなると、本当に一つのなんか機械の設計とか、まあ、そういったところまでできなきゃいけなくなると思うんですけど、そういうレベルまで持っていくので、嫌いな学問だったらマジきついと思うので、楽しい方をやったら結果的にあと後々人の役に立てるんじゃないかなと思います。